バンバンクラブ真実の戦場マイナスは2010年のカナダ南アフリカの電気映画。監督はスティーブン・シルバー、出演はライアン・フィリップとテイラー・キッチュなど。1990年代初頭の南アフリカ共和国で活動した4人の戦場カメラマングループ、バンバンクラブのメンバーのうち、生還したグレッグ・マリノビッチとジョアン・シルバの2人が、 自分たちの体験を記したザ・バン・バン・クラブスナップ・ショッツ・フロム・エイ・ヒドゥン・ウォーを原作としている2010年9月15日にトロント国際映画祭でワールドプレミアが行われたアパルトヘイト末期の南アフリカ事態は単純な白人支配から黒人同士の部族間紛争へと移行していっていたグレッグやケビンら外国人のカメラマンたちバン・バン・クラブが 戦場と化した南アフリカを取材していくうちに、その闇に飲まれていく。ロッテントマトズによれば、48件の評論の内高評価は48%に当たる23件で、平均点は10点満点1 5.8点となっている。メトクリティックによれば、15件の評論のうち高評価は2件、賛否混在は12件、低評価は1件で、 平均点は100点満点中48点となっている。ありがとうございます。